はい、曲のコードを覚えるのが爆速化するってことですね。丸暗記は意味がないんですね。例えば、こういうアリス・イン・ワンダーランドを Dm7、G7、Cm7、Fm7、B ハフディミシ、E7、Am7、E フラット7って覚えたとしても、なんか一個間違えてたりとか、流れがちゃんとないと、じゃあこれをこう覚えて、このコードトーンとこのコードトーンバラバラでつなげていってアドリブしても、なかなかこれできる気がしないと思うんですね。で、かなり、掘り下げていきます。まあ、ドラマーの人もいるかもしれない。で、これ、鍵盤なんですね。で、ここの、矢印がついてるところの E と F、ね、ミとファの間とシとドの間、この間のところが、ここが半音になってるんですよ。2つ進んで1個進むみたいな。これがすごいキーになってるわけですね。すごいポイントになってるわけですよ。で、そうすると、こう、ドミソシってやると C メジャー7。レファーラードってこう一個ずつね飛ばしてこうやってやっていくとハーモニーができるんですけど、メジャーセブン、マイナーセブン、マイナーセブン、F メジャーセブン、メジャーセブン、セブンス、マイナーセブン、ハーフディミニッシュっていうこうまあコードがつくわけなんですよ。でこれ、例えばキーが B フラットの場合は、 B フラットってここからスタートした、要はキーが変えるってことはここからスタートするわけですけど、そうすると要は譜面の左側にこうフラットとかシャープがいくつかついてるじゃないですか。あれはね、付き方に必ず法則があるんですよ。 B フラットの場合は B のとこと E のとこにフラットがつきます。そうすると普通のドレミファソラシドに感覚になるでしょ。これが普通にこれだとドレミファソラシドと全然考え方が違うじゃん。感覚が変わっちゃうんで、今 B から始めて白い鍵盤だけ弾いていくとうまくいかない。ここからスタートした場合は B と E のところにフラットをつけると、そうするとうまくこう同じ感覚になる。 B フラットから始めたところで同じ感覚になるようになってるから、当たり前だけど同じ感覚だからコードが、同じコードネームがつくわけですよ。だからキーが変わってもこの、ダイアトニックっていうのはこの、そのキーの、ね、音だけを使うと、そうすると平行移動するだけなので、そうするとスタートする音だけがここまあここフラットつくけど、それ以外はこの後ろ側の音は全部同じになるんですね。で、そうすると1度、2度、3度、4度、5度、6度、7度っていう風にして、そうすると同じものが必ずメジャー、マイナー、マイナー、メジャー、セブンス、マイナー、ハーフディミニッシュっていうのが必ずできるようになってるわけですよ。そうするとアリス・イン・ワンダーランドって曲は2番目のマイナーセブンと5番目のセブンス、要そうすると2514ってなると、この後ろ側のやつは覚えなくても1と4は必ずメジャーセブンだし、2は必ずマイナーなんですよ。なので2514って覚えておくと、そうするとキーが変わってもいけるし、このマイナーセブンとかっていうのも一時覚えなくていい。そしてこの251って言われるね、251っていう流れのところに、このエリアでよくこういう形のフレーズを、まあアリス・イン・ワンダーランドのここのフレーズをコピーすれば、これは他の曲でも使うことができるんですよ。この251、ジャズの場合251めちゃくちゃできるんで、そうすると一個一個追っていくっていうこともするんだけど、覚えたフレーズをそのまま251にはめ込んでいくってこともするんですよ。で2514のところはスケールが一緒なので、ここはドレミファソラシドの発見を使ってれば基本的に合うんですよ。リズムさえジャズっぽくなってればこの発見だけで演奏しててうまくいくんですよ。でも使っていい音っていうのは分かってても、リズムがうまくいかないとジャズっぽくならないんでね。だからまあそういうジャズっぽくするための理論もまた別個にあるんですけど、でこの下の段っていうのはこれハーフディミニッシュ、 B ハーフディミニッシュでしょ。でここだけ E7 になるんだけど、これはキーが Am に一旦なったとする、要はこれ平行調って言うんですけど、ここの6番目のマイナー7に行くところの251って覚えると、そうするとここだけセブンスになるっていう風に覚えておけば、そうすると Am に行くための、平行調に行くための251って覚えれば、全然ここがメジャーでマイナーっぽく聞こえるみたいな。まあアリス・イン・ワンダーランドも上の方が明るくて下の方がちょっと暗く聞こえるみたいな。でこれ、キーがね B フラットになった場合、要は B フラットになった場合こういうできるでしょ。そうするとこれ251なんですよ。2514、同じアリス・イン・ワンダーランドと同じです。これ枯れ葉です。そしたら、平行調の Gm7、 ここの6度のマイナー7行くために、平行調のここからね、7度の、ハーフディミニッシュからで、ここだけセブンスになるというふうに覚えておけば、そうするとスタートが違う B フラットの、スケールで同じフレーズを弾けば、ここでも同じことが使えるわけですよ。
つまりこうジャズの場合はそんなにこの251を覚えたらいいよって言われるのは251を、たくさん出てくるんですね。だから251のフレーズを覚えとけばいっぱいはめ込んでいけるんですよ、メジャーとマイナーがね。こうやってアドリブを取っていく。そしたら使える音っていうのもこのエリアで考える、ここのエリアで考えるっていうのと、一個ずつコードトーンを追っていくっていうので、全く何もないところから音を作るっていうこともあるんだけど、あったものを覚えたものをはめ込んでいくっていう感じで考えると、こう4小節とか3小節単位とかでこうみんな見てるわけですよ。でここはこのフレーズをはめ込んで、ここはこのフレーズをはめ込んで、はめ込んでっていうか音が浮かんでくるようになるんですね。でこういうのがすごい大事で、こうやってやらないとアドリブなんか絶対うまくならないんですよ。一個一個のコードトーンを覚えて、コードトーン一個一個バラバラで覚えて、使える音を覚えて、こんなのうまくつなげていけるわけがないので、要は流れを覚えるってことですね。流れを覚えてやっていくからアドリブができるっていうことになるわけです。なので理論っていうのは、このこれがこうでこうで決まってるんだ決まってるんだよっていうんじゃなくて、音楽の流れのよくある法則をまとめたものなので、たくさんコピーすると明文化されないけど同じようなものがこうインプットされていくんですよ。そうするとたくさんコピーしなきゃいけないじゃないですか。だから明文化されたものをインプットしてからでコピーしていくと、少ないコピー量でもかなり整理されてできていきますよってことですね。英会話なんかでもそうですけど、文法全く知らずにひたすら文章を覚えていくと、やっぱりある程度の量を超えてくると、あ、こういう法則があるんだなって身につくと思うんですよ。でもある程度年配の人がやっていくと、ある程度文法を覚えてからインプットする。で、なんで中学校英語高校英語で喋れないかって、インプット量が少ないんですよ。文法だけ覚えてるからダメで、文法覚えたらどん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 インプットしなきゃダメ。ある程度の量はインプットしなきゃいけないんだけど、インプット量はなくて法則だけ知ってる、これはダメなんですよ。なのでどちらもそうです。結局ジャズをやっていくためにはインプットも知っていかなきゃいけないし、アウトプット何もないところからアウトプットもするしなきゃいけないんだけど、全く何もないところから、はい英会話喋って、じゃあ英語の文法だけ覚えたでしょって言われても全然喋れないじゃないですか。だからやっぱりインプットする、いっぱい映画見たりとか本を読んだりとかしてインプットする。その時に最初から枠組み明文された法則が分かってればかなり早いんですよ。理論っていうのはがじがらめにするものではなくて、理論っていうのはやっぱりその、早く自由に演奏するため の指標でしかないんですね。だからよく本を読んでとても売れるセールストークみたいなのがあるじゃないですか。で、まあ、あんなに読んだからじゃあすぐ売れるかどうかっていうのはないかもしれないけど、でもその法則をちゃんと身につけて実際にお客さんとトークして、で失敗したり成功したりしていくことによって、要はその明文化された、この人はこういうふうに喋った方がいいとか、お客さんに、自分ばっかり喋るんじゃなくてお客さんに喋ってもらって、疑問形でどん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 聞いていくと、疑問形っていうルールがあるわけですよ。でその要はその理論があって、疑問形で聞いていくことによってお客さんが自分のこといっぱい喋ってくれて、お互いにこう足りないもので、あ、じゃあこの商品じゃないですかっていうふうにセールするといいですよって言われて、じゃあその法則だけ知っててできるかって、そうじゃないです。やっぱりインプットしないとうまくいかないんですけど、ただ知らないで闇雲にいろいろ喋ってて全然売れない人よりかは、あ、お客さんに喋らせた方がいいんだって法則を知ってて実際に実践していく、でも結局喋っちゃったりするみたいな、もうそこなんですよ。で、ただそういうこう理論を知ってることによって、そういうのがものすごく早くなってくる。だから理論全く知らないし、譜面も読めないけどジャズのピアニストってたまにいるんですけど、そういう人っていうのは明文化されてないだけでものすごいインプット量とアウトプット量があるから、だから成立してるわけで、そのものすごいインプット量アウトプット量だとものすごい時間がない、1日8時間とか9時間とかもみんな練習するわけですよ。でそんなにやってられないじゃないですか、一般の人っていうのは。やっぱり 1,2 時間でここ効率よく、1日10分15分とかそれぐらいのレベルで、ちょっと1週間に30分1時間ぐらい練習するかなっていう内容でやっていけばできるっていうためには、やっぱり理論は絶対欠かせないとは思っています。私の YouTube では音楽理論を1から順番にやっていて、こういうスケールとかそういったものも全部、途中でピコピコ出てきたのかもしれないですが、動画を上げてます。そこから問い合わせがすごく多いので、今回結局、その理論を勉強したから今日はどうやって使うのっていうところの最後の集大成を今日お話ししました。この曲のコードを覚えるのが爆速化するし、アドリブの使うときにすごい大事ですよってお話ですね。で、私はメルマガをやってまして、こちらのですね、
YouTube の下の詳細欄から、無料のメルマガ登録していただけますと、この残りの部分ですね、これお話した動画が無料で見れますので、興味ありましたらぜひ登録ください。どんな内容かというと、まあ、ジャズは音遣いよりもリズム優先、途中で話が出てきたかと思いますけど、リズムの理論を僕はかなり細かく作ってるので、それのちょっと最初の、どういう風にするといいんだよっていうお話と、でドラムのコンピングですね、これギターとかピアノも同じですが、こういうコンピングをしていくっていう、コンピングっていうのは、アドリブをしている人のための、まあ、バッキングとかよく言うんですけど、ジャズではコンピングと言います。でそういったものをやっていくところの考え方と、あとドラムってビッグバンドの譜面、特にね、フルバンドやってる人たちは、あの譜面に書いてある音をそのまま叩くと怒られるんですよ。ジャズドラムってそういうものすごい理不尽なところがあって、でここから、結局ジャズの譜面ってクラシックの人が読むとすごくイントネーションがおかしくなるんですけど、それは理由があるんですね。このリズム理論で全部解析できるんですけど、メロディーは長く伸ばしていいとこと、長く書いてあるのに短く切らなきゃいけないところがあるんですよ。そこのお話をしています。そして、最後僕の使命ですね、なんで YouTube でこんな無料の、動画を出しているのかとか、無料のメルマガでいろんなお伝えをしているかっていうのはですね、まあいろんな、僕のこう目標とか、こういったことをやりたいなっていう、こう、まあ、理想があるんですよ。そのために、いろいろこうアウトプットしてるんですね。そういったお話をさせていただいてますので、よければこの段階でですね、パッと詳細欄を見て、メルマガ登録してください。で今日の類似コードって言ってですね、今日やったアリス・イン・ワンダーランドと枯葉と、それに似た類似コードの曲がいくつかありますので、それのコード進行の考え方の、まとめたプリントも、無料でダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ、今のタイミングで、メルマガの登録、そして、もしこの動画が良ければチャンネル登録押していただいて、いいねもピコッと1個押しておいていただきますと、今後の制作の励みになります。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。